こんばんは。下町のソムリエ、 This is ソムリエ福士です。今日ね、暑い中飲みたいのね、これロゼ飲みたいなと思って、新入荷のロゼ。はい、プレッツァランゲロザート。はい、2017年。ロザートってね、イタリア語でロゼってロザートって言うんですよ。うん、なるほど。はい、で、あの産地がですね、ピエモンテ、ランゲの地域になりまして、生産者のおすすめポイントからいきますね。イタリアにですね、ガンベロロッソっていう、もうナンバーワンワインの評価士がありまして、ガンベロロッソ。それで毎年ですね、生産者っていうのを星つけるんですよ。三つ星生産者とかね、一つ星からあるんですけど、最高が三つ星で、これが三つ星生産者に選ばれてる生産者ですね。ちなみに三つ星はトレピキエリって呼ばれております。バルボロの説明、先日も行ったんですけど、はい、あのいわゆるクラシックからモダン派から最近の大きい会社組織まで説明したと思うんですけど、はい、1885年からバルボロを作ってる生産者です。歴史あるクラシックの生産者なんですけど、ワイナリーにですね、自社のレストランを構えてるんですよ。へー。でそこで大人気なのがこのロゼ。ブドウはまずネッピオール 100% です。はい、ピエモンテのパロールも使われているブドウなんですけども、ここからはランゲの解説です。このランゲになると、バローロ、いわゆるバルバレスコもそうです、ランゲ地方全域からのネッピオールから作るとランゲになるんですね。ロゼ以外にも赤もあるんですけど、ランゲってつくとプチバローロっていう、ほう、いう認証でいいですね。はい、バローロはすごい熟成を重んずるって説明したと思うんですけど、ランゲになるといわゆる早飲み、はい、あの、うん、熟成しなくてもより楽しめるフルーティーのワインっていうのが非常に特徴ですね。うん、でそれのロゼっていう形です。ロゼの生産量もまず非常に少ないっていうのもあるんですけど、あのこのインポーターさんがですね、ごく少量入荷したのをさらに安くしてもらって今回入荷しました。うん、なるほど。でクラシックな作り手でありながらも、見てください、あ、ビオ認定も取ってますね。ユーロリーフですね。はい、自然を大事にしようなニュアンスもすごいありますね。そうですね。はい、そんなこだわりがですね、メーカーさん参考価格3200円のところ、うちでは1999円。うん、激安です。でしかも今回松戸小山店に3ケースのみ入荷になってます。うん、コルクはね、やっぱバローロン作れたんで、バローロンって書いてますね。はいはいはい、ザ・バローロン。本当だ。やっぱロゼなんでね、ちょっと冷やして白ワインと同じような感じで飲んでもらえたら非常にいいかな。色合いもほら、ちょっとなんか旗から見るとあれですよね、飴色っぽい感じ、ね、そうですね、綺麗な、非常に色合いもちょっと 外から見ると飴色っぽい感じですね。そうそう、香りはさっぱりですね。でさっき飴色って言いましたけど、ほんのり甘いニュアンスが香りに出てますね。はい、それこそあのちょっと飴っぽいニュアンス、やっぱり酸、フレッシュな酸が感じて、ちょっとねトマトっぽいニュアンスも香りに出てますね。色もちょっとこうね、しっかり黒ぶどうのニュアンスも出てるかなと思うんですけど、まず酸がしっかりあるんですけど、はい、ほんのり飴って言いましたけど、水飴のような甘さがちょっと出てくるんですけど、その甘くはないですよ。水飴のちょっとねっとりした甘さっぽいニュアンスが出てくるんですけど、その後にしっかりした酸味っていうのがパッと覆いかかす感じで、終始さっぱりいけますね。でやっぱりロゼの特徴で、ね、さっぱり飲めるんだけど厚みがある、皮のニュアンスとかほんのり苦味も出てる、素晴らしいです。ちょっと温度上げると甘さももっと出てくると思います。キリッと飲みたいんだったらさっぱり温度も冷やして飲んでもらうのがいいかなと。で絶対ね、トマト料理には抜群に合うと思います。ミートソースとかね、あのサイゼリアに置いても抜群に楽しめるワインだと思いますね。であのね、もうほんとフレンドリーではね、ピザもそうだし、ほんと生のトマトそのままでも合うと思うんで、ちょっと今ミニトマトがあるんですね。でこういうね、エチケットのトマトなんで、トマト絶対合うと思うんで。同化しすぎてるから、マリアージュ相乗効果っていうのも同化しすぎてもう全く違和感がなさすぎて、普
通さトマトに日本酢とかうってなるでしょ、はい、どうか。なるほど、ナメック星人みたいな感じぜひランゲのロゼよろしくお願いします。